はい、亀さんおはようございます。おはようございます。さっき野田浩二さんと、はい、ずっと一緒に駐車場から一緒に来たんですけど、はい、いやこれ、オリックスありますよなんて、あ、おっしゃってました。おっしゃってました。まあ、それぐらい今野田さんからご覧になっても、うん、今のピッチャーはいいと、まあ、先発もいいしね、はい、で後ろも澤田投手帰ってきて、ヒギンスも良くなってきたし、うん、平野も安定してると、うん、これ本当に面白い戦いできるんじゃないですかとおっしゃってました。野田さんって結構そのいいように言うんじゃなくて、思ったことをズバズバ言う感じなんで、その野田さんがいいっていうことは本当にいいのかもしれません、ね。放送ではズバズバ言いませんけどね、はい、はいはい、もちろんその言葉選ばれますけど、普段は割とはっきり物事をおっしゃる方でね、はい、もうダメな時はもうダメですわですよ、ね、っておっしゃるんですけど、はい、今日はそんな風におっしゃってたんで、すごい。じゃあプロの解説の方が見ても強いんですね。うん、まあでもこれが例えば、じゃあそんな話をしながらね、はい、でも野田さん、これまた楽天やライオンズやホークスと戦っていくという中で、はい、今までみたいなイメージって僕は湧いてこないんですよ、すぐにはっていう、ね、うん、パ・リーグ簡単じゃないというイメージが僕はありますって言ったら、うん、それは言えるねとおっしゃってましたねなるほどね、うん、だからやっぱり交流戦とはまた違うんだよね。なるほど、うん、ただ、まあ、上位にうまくこう絡んでいければね、はい、面白いシーズンになるんじゃないかということなんで、うん、楽しみでありますね。いや、楽しみですし、今楽しいですしね、実際。そうね、はい、貯金がね、今2つあるってやっぱすごいね。そうなんですよ、はい、この時期にね、この時期にね、去年はね、2週間目で終わってしまったので、嬉しいですね。まあ、本当そうなんだね、1勝9敗からのスタートやからね、はい、去年はそこから巻き返すのは厳しいですよ、さすがに。そう、ただ去年タイガースだからそこからオリスと同じスタートを切りながら上位に行くだけの力を持ってましたんでね。じゃあタイガースさん、今日も頑張って楽天さんに勝っていただいて、よろしくお願いします。タイガース強い、ね、私ほんま強い、うん、もうおそらくパ・リーグじゃないセ・リーグぶっちぎるんじゃない。あ、そんな感じですか。と野田さんもおっしゃってました今。ほんまですか、うん、やっぱり投打というバランスもいいしね、うん、打つでしょやっぱり。いや本当に、昨日もマー君から佐藤輝明ホームラン打ってましたでしょ。そうですね、はい、だからまあ本当に一人彼が入って、外国人がまあそこも安定していますし、うん、でまあ今サンズと、マルティいますけどもね、はい、何の話してんだよ、ロハスも2試合連続ファームでホームラン打ってますし、ああ、じゃあ帰ってくるわけですね。帰ってくる可能性もあるんですよ。また熱くなりますね、打線が。まあ本当ね、すごいね、あのチームすごいな。というところで、そこにも負けて、そこに2勝1敗で勝ち越してんで、3試合だけやけど、ね、はい、いやでも大きいですよ、敵地でね、それも。そう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 、本当本当。まあでもね、交流戦、まあ、今日もいい形でね、はい、増井さんに頑張ってもらって。そうですね、増井投手、前回前々回ずっと良かったので、うん、今日も3回連続で行ってほしいなと思ってます。そうそう、で前々回5回、はい、前回6回、はい、でなんとか今日は7回。いや、行きます、絶対行きます。ただ本人も、はい、まあ、もちろん球数との相談もあるんだけども、はい、ベンチに7回行かせてもらえるような信頼を勝ち取るようなピッチングをしたいとおっしゃってました。だから本人まだ行きたいっていう思いあるんですよね、絶対に。だって前回も前々回もまだ余裕あったもんね。本当にだって。その中での交代やったから。70何球と80何球でしょ。そういうことですよ。だからやっぱり、もう一つ先にね、うん、を任せてもらえるようなピッチングしたいというふうにおっしゃってましたね。増井投手ほどの実績があっても、やっぱりそんな感じなんですね。うん、そうね。すごいなと思いますね。まあ本当、増井さんも久しぶりのね、先発というところで、うんうん、まあキャンプ中に1回ね、足をちょっと怪我して、はい、1回そこから外れて、はい、急ピッチで仕上げていって、なんとか開幕に間に合わせたんですけども、うん、その疲れがやっぱりあったみたいですね。あ、疲れたんですね。で、1回そのファームに落ちて、まあ、そこで1回リフレッシュもできたし、はい、フォームもワインドアップ振りかぶって投げる投球フォームに変えて、はい、すごくバランスも良くなってきたんで、今は非常に状態がいいんで、うん、で今周りの先発もいいでしょう、はい、刺激になりますかっていうふうな質問しますとね、はい、刺激どころかプレッシャーでしかありません。まあそうかもしれないですね。周りが自分だけがっていうね、思いはやっぱりねあるでしょうからね。そんな感じで松井投手に頑張ってもらいましょうと。そうですね。いうことなんですが、はい、今日野球の話してますよ。そうですね。野球の話してますね。野球の話。だからやっぱ交流戦優勝者次の日は野球の話になりますよね。まあね。楽しいんで我々も。じゃあ野球の話してないときは楽しくないっていうことだ。そういうことじゃない。野球の話してないときは、今まで野球の話ほとんどしてなかったら楽しくなかった。違う、まあ、フラットなんですよ、フラット。いや全然フラットじゃないフラットみたいな。フラットこうやん。フラットなんです。今がこうなってるだけでこうなんです、普段は。違うね、だから違う、だからあかんわ、あかん、いや、こんなときこそフラットで終わらなあかん。あ、なるほど、そういうことなんですね。はい、
心はなんかこう喜んでても、やっぱそこはあえてフラットでいて、やっぱり謙虚にいるということが大切だと思います。無の感情で今日もやりましたね。そうですね、はい、勝つと思うなですよ。そうです、思えば負けるんですよ。そういうことやね。そうですよ。もうそれでも神戸さん身に染みてるやろ。身に染みてます、過去3年間で。そうですよ、今日勝ちますわ。今日も勝ちますよ。相手ピッチャー、相手ピッチャー見たら勝ちますよ。そう、マッチアップ的にね、やっぱりうちの、まあ、エースの方と相手のその谷間のピッチャーってのは勝てるでしょうと思うじゃないですか、はいはい、でそれ言うんですよ。今日勝ちますよ、今日勝ったサービスあるか。なかったんですよね。ないよな、ほんまになかったんですよね。このマッチアップで負けるかみたいな。それを言うなって言い続けて、今年やっとやめてますね。やっと学びました。過去2年ね。はい。でもそういうもんやね。そうだから今年僕一回も言ってないはずなんですよ。ほんまやね、はい、言いかけたことはありました。今言いかけましたわ。今日はあの亀さんもあのプロ野球チップスを買ってきてくれて、はい、で僕も今日買ってきた。 ありがとうございます。でまたなんかあの懲りもせずに、はい、佐久間さん来るんですよ。あ、僕ここにおんのに。じゃあカープ女子、野球女子、カープ芸人が的な佐久間さんにも、まあ、お前と持って帰りますよ。ほんまですね、はい、どうします、広島のキラーカード出たら。あげなしゃあない。あげなしゃあない。そらしゃあない。まあ、昨日菅野もあげましたからね。菅野めっちゃ欲しそうにしてましたもんね。めっちゃ欲しそうにした。これは返すんですか。そう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 、いっぱいあげたやん。そう、いっぱいあげたやん。石原のキラーカードあげたやん。ほんまやね。で、なんかあのこのね、コメント欄にもキラーカードあげなはれ、あげなはれ。そうそうそう、あげました。いやいや、あげましたよ。あの、すいません、あのポテトチップス買ってんの我々なんで。違うね。あの一応所有権は我々にあるんで、そうです、はい、あの、まあ、あげますけどね、あげましたよ、実際すみません、あげましたよ、あげましたよ、はい、もうほんまにもう山本由伸かあの増田さんのキラーカード出たらやめるからね、もうそうですね、第1弾はね、第2弾は今やるかもしれない、そう、もしくはラッキーカード、はい、あーラッキーカードね、あ、そう、誰か僕のツイッターに、はい、ラッキーカード出ましたって写真送ってくれた。ほんまですか。すごい。ほんまにじゃあ実在するんですね。あるね、あるね。ラッキーカード嘘じゃなかったの。あるある。その人は箱買いしたって言ってました。ああ、なるほど。でも箱でも一つ入ってるか入ってないかですもんね。まあ、ミワちゃんそんな言ってなかったもんね。入ってなかった、入ってなかった。だって我々2箱以上買ってますけど、じゃないですかね。数ですから。そうそう、数で2箱、もう3箱目に入ってますよ、もう。数で言えば。そういうことですね。はい。それでも出てきませんもんね。うん、それでもひたすら出てくるのは楽天 DeNA ですか。ヤクルトと。しかも同じ選手ばっかり。はい、だからなんでかな。で最近本当オリックスの小野寺も出てけえもんね。そうですね、しばらく見てないですね。前はたまたまね、たまには僕が田島さん引いたり、はい、あのサチア投手、サチア引いたりね、はい、あの佐野さんがしてましたけど、ありました、ありました。ないじゃない最近、うん、気配すらないですもんね。気配ない。タイガースもないし、関西球団の、うん、ほんと阪神もスアレスと誰が出たっけ。あ、そうですね、スアレスと近本さんが1枚やったかな。あ、それぐらいや、それぐらいですね。大山くんとか出てへんの。出てないです、ピッチャーの方出てないですよ。西勇輝も出てへんの。出てない、出てないですよ。そんなん絶対、普通絶対ある選手やもんね、うん、絶対やってエースですもんね、そんな。はい、だからほんまに関西で買いながら関西、これは大前さんのその出荷先によって、はい、阪神、関西球団を出さないっていう説は当たってるかもしれないですね。だって割と佐久間さん、広島の我々昨日出たの持ってなかったもんね。持ってなかった、だから広島地区には広島のカード出てないんですよ。お前は堂林って喜んでたもんね、昨日。あ、堂林。後でまた佐久間さん出るかもしれませんので、ぜひ来てください、佐久間さん。なんか女子が出ると可愛いとかね、そうなんですよ、ピンとかね、あのこれで回数伸びたとかね、そう、我々じゃあかんのですか。なんか確かにこの数字伸びてへんけれども、はい、あの特に朝伸びへんの。まあね、何でなんですかね、いい話してるのに。朝一番いい話してるのにな。だからこれを見て今日の試合を見てもらったら楽しめるはずなんですよ、はい、ほんまはね、ほんまはね。今日高橋光也ですから。はい、高橋光也さん、はい、あのウエスタンでもよく見ましたね。よく見ました、ね、去年まで徳春かな、花咲徳春だと思います。そう、ね、34番、ね、まあ、いいピッチャーなんでね、はい、どうなるかということでありますが、まあ、カープも今5連敗中か。そうですね、6連敗か、連敗、あの連敗中ですね。そうですね、交流戦はここまで、はい、わずか2勝という、そう、12位なんですよね。だからちょっと極端で、まあ、もちろんあのコロナの影響もあって、うん、はい、でまだあの試合数残してますんで、ね、はい、あとは、ね、明日から3試合残ってますんで、ね、そうなんですよね、大変なんですけど、カープさんは4日含めて残ってるんで、はい、カープもまあ自力あるチームなんでね、うん、また上がってくるものと思われますけども、はい、はい、まあ、そのカープに対して今日3つ目、うん、これ今去年なかったでしょ。はい、なかったです。一昨年と先一昨年が3連勝3連勝でオリックス来てて、はい、今8連勝で、8連勝ですか、カープ。ああ、ほんまですね、言われてみればここで僕3連勝した記憶が今蘇ってきました
あ、そう。2018年に。で、その次の2019年は、はい、広島であの1イニング3スリーベースやったりとか。3塁打でね、延長10回の表に3本打って勝った試合だったね。そうそう、そうやっすよ。あの3連勝しましたね。はい、そうでしょ。本当や。その前はもう鈴木誠也にも鬼の敵のように、親の敵のようにですね、たたあのサヨナラホームラン打たれましたね。そうなんですね、負け続けていたんですが、そこからね、8連勝です。やっぱ相性いいんですね、最近の。まあそんな感じですね。うん、というわけで、はい、間もなく、はい、もうでもオリックスは今日で終わりがこれね。そうですね、最終戦優秀の美を飾りたいですね。そうね、誰が MVP になると思う。いや僕 T 岡田さんあるんちゃうかなと思ってますけど、数字的にも見ても福田君もあるような気がする。ああ、福田さんもあるかもしれないですね。まあ、彼が一番に戻ってきてからやもんね。やっぱり毎試合2本以上打ってますもんね。そう、でも出塁率が4割以上、はい、あの彼がいつも言ってるのは自分の打率プラス1割の数字の出塁率を持ちたいと。ああ、十分ですよね。で今ちょうど3割超えのアベレージに4割超えの出塁率を持ってるんです。すごい素晴らしい1番バッター。そうだから、あの福田選手もあるん違う。確かに実際福田選手で勝った試合いっぱいありましたもんね。いや、まあ彼がもう1番で2番の宗選手、このね、やっぱり上位が機能するから3、4、5っていうところで吉田選手も生きてくるし、うん、で今年はその吉田選手の後を打つね、はい、ラオさんとか、はい、T 岡田さんが今打ってはりますんで、はい、あのその後、去年みたいにも、はい、あのマスターカーオンリー敬遠でいいっていうような野球じゃないんでね。だからその辺でいうと、こう全体で本当にあの勝ってきてるんでね、うん、中島監督もそうおっしゃってるんでね、はい、誰が MVP なのかなっていう。確かに、うん、気になりますね。気になる。どうしてもやっぱり期間が短いんで打者になりますもんね。そうなんよ。ピッチャーは登板数が少ないのでね。え、はい、まあ、あの一昨年はね、中川圭太君が首位打者だったでしょ、うん、すごかった、ルーキーでね、はい。まあ、だから交流戦ってやっぱりオリックスね、ずっと今年の前までも勝ち越してましたし、はい、今年またその勝ち越しの数を増やしましたんでね、はい、さあ誰になるのかなっていうのも注目です。はい、はい、川さん、今日はどんな試合になりますか。今日はですね、はい、まあ、あの増井投手と、高橋光也投手、うんうん、高橋光也投手は佐久間さんによるとめちゃくちゃ調子いいらしいんですよ、うんうんうん、なので今日はあの昨日に引き続いて投手戦になるんじゃないかなというふうに思ってますけれども、うん、あの佐久間さんは広島でね、はい、あのわしとね、一緒にね、あの番組やっとるからね、辰川さんもね、一緒に生放送わしと一緒にね、あの番組やっとるんですよ。あ、そうそう、大阪やっとるん、あ、オリックス、オリックス、お強いよ、オリックス。あ、そう、そんな感じですわ。言ってありました。言ってありました、はい。あ、そうなんですね。はい、あの、言ってたと思います。なるほど。あの、紅林選手を絶賛してましたもん。へぇー、やっぱ紅林さんって絶賛されるんですね。プロ野球ニュースで高木豊さんが、はい、今日はタイガース、伏兵にやられましたね、辰川さんとおっしゃったら、はいはい、あの、紅林、去年までは伏兵ですけどね、今年は伏兵じゃないですよ、これ。足立というね、いいショートおるんですけどもね、セカンドに足立を追いやってですね、頑張ってますからね、伏兵なんて言ったら、これクレーム来ますよ。すごい。って高木さんを説教してる。高木さんを、豊さん。はい、すごいな。すいません、まだ辰川さん、ものまねマスターしてませんので、とりあえず広島弁のアクセントで喋る。これね、こういう感じで、ね。確かに、これね、そうです、ね、あの佐久間さんね、あのオリックスも応援しよるからね。そうか、ホークスいらっしゃったから、お前さんよく知ってます、ね。ホークスのヘッドコーチもされてましたね。そんな喋りでした。そんな感じで。はい、あの回はね、キャッチャーよ。余裕でやってました。あ、そうですね。よく聞かれたんでしょうね、きっとね。そうそう、取材されたんで。回がなんでいいのかっていうのをやっぱりすごく教えてくださいました。キャッチングのことも、ね、うん、まあ、でもヘッドコーチとしてもね、あの時優秀やって言われてましたもんね、ずっと。そう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 。面白い。おじさんだけじゃなくて。いやいや、本当すごい方。だって広島の監督もされてたでしょ。されてました、されてました。で、あの、辰川さんの話で最後、はい、あの、広島のキャンプでね、はい、あの春季キャンプで、はい、辰川さん監督の時に、はい、いつも、まあ、最近はいろんな選手の好きな音楽とか流れてるじゃないですか、うんうんうん、はい、キャンプ中、はい、365歩のマーチ、水前寺京子さん、幸せはってそれに流れてたんですよ、はい、ほんまに、あのもうね、胃が汗かくほどね、あの頑張ってもらうの困るんでね、胃が汗をかく、胃が汗をかく、それほど、すごい表現やな、それが厳しいカープの練習。なるほど。というわけで、はい、今回もご視聴ありがとうございました。皆さん、オールスターに投票をよろしくお願いします。そう、それちょっと告知しといて。はい、投票がですね、6月20日までとなっておりましてですね、はい、今、宮城投手が第1位で、うん、吉田選手が第2位で、うん、足立選手も3位につけてるんですよ。すごい。ですのでね、6月20日まで、ラスト1週間、皆さん、NPB の公式サイトから、投票できますので、よろしくお願いします。そう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 、よろしくお願いします。はい、お知らせでした。はい、ありがとう。ビーズレイディオみたいなやつ。ビーズレイディオみたいなやつ。じゃあね、はい、ありがとうございました。はい。
じゃあ頑張るよ。はい、今日こそオリックスの選手を出しましょう。プレーキューカード で、ね、でもラッキーカード欲しいね。ラッキーカードは欲しいなあ。